皆様こんにちは。ボケ日和の著者で認知症専門医の長谷川でございます。本日はですね、対の住処選び後悔しない3ステップ、対の住処選び後悔しない3ステップというお話をさせていただきたいと思います。認知症の患者さんもですね、大体僕は30点満点の MMSE というテストが、15点を切ってくる頃になるとですね、そろそろ家で見るの大変じゃないですかということをお話をしています。もちろん、介護力によってはもっと重くなっても家で見れる方もいらっしゃいますし、逆にもっと軽くても、見る人がいなければ入所せざるを得ないケースもあるんですね。だから入所をするかしないかというのは、実は認知症のレベルで決まっているわけではなくて、介護力によって決まっている。で、そのご家族がですね、どこか、認知症の患者さんを入所してもらうという時にですね、陥りがちなのがですね、いわゆるもう対の住処、もう一旦入ったらもうずっと同じところで最後亡くなるまで見てもらおうというところを、探しがちでありますよっていうことなんですね。で、僕の考え方であればではですね、もう対の住処をいっぺんに探すなんてことはまず無理だってことをまず知っていただきたいんですよ。で、大体家族の方はまたそれも短期間に探そうとするわけですよね。で、だから今日申し上げる3ステップというのは、実は3段階ぐらい常に考えとかれた方がいいんじゃないですか。最初に入居して、その次、さらに最後、大体3段階ぐらいを想定された方がいいよということになります。で、多くの家族というのはですね、もうその、対の住処をとにかく短時間で探して、もうとにかくどこでもいいから入っちゃうと、もうその後も何も気にしなくなっちゃうんですね。で、本当に今自分の親、入中がですね、この今の施設でちょうどいいのかどうかということを全然考えないで、もう思考停止してしまうことがあるんですね。だからぜひ皆さんにはですね、対の住処を選ぶわけではなく、3ステップで考えていただきたいということをお伝えしたいと思います。で、まず一番軽い第一ステップってどういうところに入るかっていうと、これはサービス付き高齢者住宅だとか、住宅型有料というものが、いわゆる一番、軽い段階であります。だから、そこっていうのはですね、介護力、介護サービスというのはそんなに、潤沢ではないんだけど、逆に、常に介護が必要でないような方が入るにはちょうどいいわけですね。だからある程度自分のことはできるんだけど、一人では不安みたいな方がサービス付き高齢者住宅や住宅型有料に入るといい。で、ただある程度認知症が進んできてしまってですね、もうやはり常に介護が必要になってくるようになってくるとですね、これは第2段階として今度はグループホームというのを考えられた方がいいということで。で、認知症の患者さんっていうのは基本的には運動機能とかがちゃんと維持されていて、自分で歩いたりすることはできるんだけど、認知症だけじゃなくてそこにですね、運動機能も今度落ちてきた場合は、老健や特養という第3ステップになるよということなんです。だから、ある程度自分のことが自分でできて、少しだけサポートしてもらいたい第1段階は、サービス付き高齢者住宅や住宅型有料だよ。で、ある程度認知症がしっかり出てきてしまって、ちょっともう常に介護が必要になってきた場合はグループホーム。で、さらに運動機能が落ちてきてですね、もうベッド上で寝てる時間が多くなってきたりだとか、車椅子を使わないといけなくなってきたら、老健や特養だよっていうことを知っていただきたい。で、これ、下世話な話になるんですが、不思議とこの軽い段階、軽いところが一番値段がかかります。田舎であってもサービス付き有料や住宅型有料の場合は、サービス付き高齢者住宅や有料老人ホームの場合はやっぱり20万。もう都会だったら30万、40万も珍しくはない。ただグループホームですと15万、高くても20万ぐらいに収まる。で、老健や特養の場合はですね、もう本人の年金額にある程度応じますから、安ければ5、6万。高くても10万ちょっとで入れるということになりますので、当たり前といえば当たり前かもしれないんだけど、最初は値段が高いよ。で、その代わり徐々に重くなっていくに従って国からの助成が増えてきますので、負担は減ってきますよということになっていくんですね。で、皆さんにですね、注意していただきたいのはですね、もう先ほど申し上げたように、ご家族の方ってもう入っちゃうと安心しちゃうんだよね。
でもそこで安心することなく常に今自分の親の状況はどれぐらいなのかってことを見ていく。例えばサービス付き有料だとかサービス付き高齢者住宅や有料老人ホームなんかだとですね、まあ養護支援の2から介護度1ぐらいになってくるんだけど、まあグループホームだと介護度1から2もしくは3ぐらいになっていきます。で、そうしたところでですね、まあ自分の親を見ててですね、まあ最初はある程度自分のことが自分でできていたけど、まあ常に介護が必要になってきた時はですね、ちゃんと区分変更という、要するに介護度をもう一度見直してくださいっていうのをですね、家族から施設の方に行って施設から、市役所の方に出してですね介護度をちょっと上げてもらう作業をしてもらうといいんですね。だからそのためには常に顔を出して親の状況を見ていく。でもしそこでもう本当に移動が車椅子だとかですね寝たきりに近い状況になったらもう介護申請して介護度をもう3以上の3、4、5にして住宅型有料やあごめんなさい特別養護老人ホームや老健も考えていくという作業が必要になっていくんです。だから皆さんにはぜひこう適宜ですね親の状態を見て適宜区分変更をする必要があると知っていただきたいと思います。ただね、じゃあ常にこの3ステップ軽いところからグループホーム次特養老健っていうそれを踏まないといけないのかってそういうわけでもない。やっぱり皆さんによって例えば住宅型有料入ったらもうとてもそこのスタッフが素晴らしい。経営者の方も素晴らしい。で、もっと言うとそこの施設がですね、うちは看取りまでやりますよっていうようなところであったら、別にグループホームや老健特養に変わらなくてもいいんですよ。ね。ただ気をつけないといけないのは、グループホームとかでもそうなんだけども、すごいスタッフがいい。で、経営者もいい。だからこのままずっと見てもらえるのかなと思ったら、いや、うち看取りはやってませんよって言って最後の最後で追い出されるってことがあるから、この3ステップを踏まないで、なんとかここで長くいたいなというふうに思ったらですね、必ずそこで看取りをやってくれるかどうか、まあ、特にサービス付き高齢者住宅や住宅型有料グループホームに関してはですね、看取りをやってくれるということは大体半々ですので、まあ、看取りをもしやってくれないんであれば、やはりこの3ステップに沿ってですね、もう本当に車椅子やベッド上の生活が増えてきたら、特養や老健に変わってかれた方がいいと思います。まあ当然ですが、特養や老健で看取りをしてくれないということはまずないわけであります。まあただですね、まあうちのグループホームなんかでもあるわけなんですけども、まあうちのグループホームは、利用者さんが重くなっても最後看取りまでするわけなんですが、まあご家族もすごく喜んでいただいてはいるんだけど、やはりここで経済的理由なんですね。先ほど申し上げたように、軽い時の方が重くなっていくわけですから、で、例えばグループホームなんかだと、やっぱお金がかかるんですね。月に15万とか17、8万かかる。でも、特養や老健であればもう少し安く入れる。だから本当は、スタッフやうちら経営者のことも気に入っていただいて、うちの親をこのままずっと看取りまでやってほしいんだけども、残念ながらうちちょっと経済的なも余裕がないから、特養や老健に変わってきますよっていう方もいらっしゃるんですね。だからまあ必然的になんかこう世の中とのこう、いわゆる後悔しない3ステップを踏まれている方も実際おられるわけであります。だからぜひ今日皆さんにお伝えしたいことはですね、自分の親を一旦どっか施設に入れたらですね、もうそれで終わりではなくて、まあ軽い段階であって、あれば生活が自立しているなら、サービス付き高齢者住宅や住宅とは有料。で、認知症がひどくなってきて、手が常に20時間かかるようになってきたらグループホーム。で、さらに、老健や特養っていうのをですね、この3段階で常に、選んでいく。そのためには適宜区分変更、介護度を変えていくっていうことをですね、していく必要がありますよと。まあ、もちろん、お金、経済的余裕があれば、どこか一つで見てもらうのも手なんですが、その場合は忘れずにちゃんと看取りまでしてもらえるということを確認をされることをお勧めします。本日はですね、ついの住みか選び、後悔しない3ステップというお話をさせていただきました。